リディア・トゥムチェプクルイは、ケニアの陸上競技選手。専門は3000メートル障害。自己ベストは9分12秒55。チェプクルイの初期の成績は、陸上競技選手として、相対的に、レベルの低いものであった。2006年のケニア警察選手権で800メートルに出場し、2分16秒4で3位に入賞した。2010年には、アフリカ選手権に7種競技の代表として、出場、最終種目の800メートルで2分15秒40をマーク、フィールド種目でも自己ベストを出すも、100メートルハードルが20秒76、砲丸投げが6メートル83と国際標準からすると劣っていたため、最終成績は3676点で、出場選手中最下位に沈んだ。2011年、チェプクルイは3000メートル障害に転向し、初めて国際水準に達した。同年中に9分30秒73まで記録を向上させ、ロンドングランプリを5位で、アフリカ競技大会を4位で競技を終えた。翌2012年のロンドンオリンピックには、ケニア代表の選考会で6位だったため出場は叶わなかったものの、2012年 IAAF ダイヤモンドリーグサーキットは好成績を上げた。上海ゴールデングランプリで3位、ビスレットゲームズで5位、ミーティングアレバで準優勝、ベルトクラッセチューリッヒと DN ガランで4位になったので、ある。2012年シーズンの自己ベスト9分14秒98は、ストックホルムで記録し、同年の世界第8位の成績を収めた。世界レベルの主要大会での初優勝は2013年5月の、カタールスーパーグランプリで自己ベストとなる9分13秒75をマークし、オリンピックでメダルを獲得したことのあるハビバ・グリビ、ソフィア・アセファ、ミルカ・チェモスチェイワといった強力な選手に打ち勝った。世界選手権ではチェモスに敗れたものの9分12秒55の自己新記録で銀メダルを獲得した。ありがとうございます。